はい、超速報が出ております。これはですね、4月6日の、速報なんですけれども、山里亮太逮捕っていうふうに書いてあります。一体これどういうことなんでしょうか。もしやあの人ということで、ちょっとニュースを読んでいきたいと思います。息子が監禁されていて、解決には現金が必要だと嘘の電話をかけて、愛媛県のお年寄りから900万円を騙し取ろうとしたとして、20歳の男と18歳の少女が詐欺未遂の疑いで逮捕されましたという話だったかって読んでみますね。電話を怪しんだお年寄りが警察に相談したことで逮捕につながりました。警察によりますと、4日から5日にかけて、4日から5日にかけて80歳代の女性にの自宅に息子を装った男の声で、松山で部屋に閉じ込められている、出してもらうには900万円ほど必要だ、弁護士の部下が受け取りに行くので渡してほしいという嘘の電話がありました。はい、ということでですね、女性は電話の内容が不自然だと怪しんで、警察に相談し、警察は事件の解決に向けて女性に騙されているふりをしてほしいと協力を求めたということです。その後、女性が指定された、その場所に赴いて、男女2人組が姿を現したため、見張っていた警察官2人が取り押さえ、詐欺未遂の疑いで逮捕しましたということですね。はい、逮捕されたのはいずれも名古屋市に住むとび職の山里亮太容疑者20歳と無職の18歳の少女。警察は、捜査に支障があるとして2人が容疑を認めているかどうか明らかにはしていません。不審な電話があればためらわず相談してほしいと呼びかけております。はい、ということですね。まあ、私もね、まあ、皆さんも多分あの人って思ったと思うんです。南海キャンディーの山ちゃん、山里亮太っていうとね、まあ、字も同じですよね。はい、なんですけど、まあ、違かったということですね。はい、まあ、ちょっとじゃあコメント読んでいきます。山ちゃんと180度違うキャラじゃねえか、マジでありえるからビビった。こういう名前をつけられたら被害者だろ、いつか何かやらかすと思ってたわ、名前に人生翻弄されたんだな。はい、なんか笑っちゃった。アイドルに手出したかと思ったら金絡みかよ、わからんもんだな、というふうに書いてあります。はい、でも山ちゃんじゃなくてよかったなっていうふうには思いました。山ちゃんだったらもしや そっち系の話かなみたいなふうに思ったんですけど、でもちゃんと違う人だったんでよかったです。でもね、やっぱり同姓同名っているんですね。そしてまあこういった詐欺被害で、まあ、オレオレ詐欺とか、まあ、いろいろ詐欺ありますけど、本当に気をつけてほしいなって思います。やっぱりこういうのっていつまでもまかり通るというか、まあ、いろんな手口でやっぱりそういう手法がありますよね。なのでやっぱりこういうふうな、この女性の方も怪しいなと思ってちゃんと警察に言ったって言ってましたけど、やっぱり何かそういうちゃんと自分を守る方法を必ず誰か相談する相手はいると思うので、その時に落ち着いて行動することが、一番だなと思いました。改めてね、まあ、こういった、詐欺被害まだ続いているんだなと思って気をつけてほしいなと思いました。はい、ということで、山里亮太さん逮捕というニュースでした。ありがとうございました。